皆さんこんばんは、ななみです。今日は私の愛用している肌に透明感を与えてくれるスキンケアだったりスキンケア用品を紹介します。それではビデオスタート。まずはスキンケア用品になるんですけども、こちらコレオルナ2の洗顔器になります。こちらはね、何度か動画に出ているんですけど、普通に肌に当てていただいてくるくると使用するんですが、この季節だと日焼け止めだったりニキビや肌荒れの原因となる洗い残しがないようにしてくれるので、とっても大活躍しています。これ見ていただくと分かるんですけど、こちらが表で裏がこんな感じになってるんですけども、この裏表でシリコンのブラシのサイズが違って、表側は小さな突起で小鼻や T ゾーンの毛穴汚れに良くてですね、こちらの裏側ですね、こっちが顎だったりとかこの口周りの頑固なね汚れにねぴったりなんです。スイッチを入れるとこんな感じ、ブルブルーといった振動が来るだけで、洗い上がりからこんなに手触りがね違うって思える洗顔器がなかなかなかったので、本当にねびっくりしました。しかもね、一度フル充電したら約7ヶ月持つんですね。なのでもう本当に USB いらずっていう感じで、大きさ的にもコンパクトでかさばったりしないので、私出産控えてるし、このねルナ2を病院に持っていきたいと思っています。はい、続いてはこちらお米のマスクです。こちらはロフトとかドラッグストアとかね、そういうバラエティストアとかでもゲットできるものなんですけども、もうほんと一時期ね人気出すぎてお一人様1点までとかなっちゃってたパックで、今はね比較的買えるかなっていう感じがあるんですけど、乾燥による毛穴汚れに特化しているパックかなって、個人的には思ってて、一番気になる鼻の黒ずみの汚れですねとかも綺麗にしてこうツルツルした肌にしてくれるので、これのパックじゃなくてチューブタイプもあるんですけども、ちょっとそっちもね気になってはいます。このパックを使う前にこのルナ2でねしっかりと洗顔して、でその後にこちらでパックするっていう使い方が私の使い方になります。これすごく好きなんですよね。特になんか匂いとかもなんか草とかそういう感じのパックじゃないので、これおすすめです、はい、続いてはこちら美容液なんですけども、韓国のグータルビターシーセラムです。これは使い切ってなくてもストックしています。でももうちょっとで使い終わっちゃうんだけど、私はねこの美容液をなんかこう肌に透明感を与えてくれて、シミそばかすがね少しでも薄くなればいいなと思って使ってるんですけども、さっきのルナ2で汚れをねかっさらってくれてるっていうのもあると思うんですけども、この美容液を使ってから本当に吹き出物ができなくなって、コメ欄で教えていただいたんですけども、顔の赤みとかにもいいみたいで、なんかこう比較的安い美容液なのになんかすごいなと思って、結構もういろんな動画でちょいちょい出しちゃってるんだけど、この美容液がすごい好きでね、もう使い終わっちゃうよ。普通に見た目とかもなんていうの、もうジェルみたいな感じなんだけど、スーって馴染んでくれるので、なんか特にすごいベタベタするっていうわけでもないし、使いやすい美容液だと思います。ちなみに香りは柑橘系の香りなので、ちょっとこうオレンジっぽいような香りがします。続いて最後はこちら、アルビオンのエクサージュホワイトライズミルクになります。私ちょっとこれ間違えてねこの時2番買っちゃったんですけど、実際はこの3番を愛用しています。こちらは乳液先行タイプになっているので、ルナ2で洗顔した後に一番最初につけるんですけども、私いつからだろうな、アルビオンのこのシリーズ使うようになってから本当にくすみがマシになったのかわかんないんだけど、全体的に肌がなんか白くなったと思うんですよ。これ本当にいやもうね、私ね気のせいではないと思うの。肌のトーンが上がったような気がする。私がねこの3番を使っている理由は、乾燥肌だからなんですけども、他にもね1番2番っていうのがあって、できれば店頭でこの肌の水分量を測ってもらった方がいいかなとは思うんですけども、これを使用してからさっき紹介した美容液だったりとか化粧水の入り込みがね全然違うし、美容雑誌とかにもねもうしょっちゅう載ってるんで、まあ本当これみんな好きなの分かるよっていう感じ。本当にね、これはね、いつもランキングに入ってる理由が分かります。やっぱ最初は乳液先行だから、なんか、なんて言うんだろう、違和感がすごいあると思うんだけど、使っちゃえばね、すごい慣れちゃうし、私はこれ使用してからかなり肌の調子がいいというか、くすみもマシになったなって思える乳液なので、すごくおすすめです。私が今日紹介したのは青い方なんですけど、他にもねピンクの方もあるので、そちらの方もチェックしていただけたらなと思います。ほんとね、店頭に行って自分に合ったやつを探してもらうのが一番いいです。はい、ということで今回は肌にね透明感を与えてくれる商品を紹介しました。このねルナ2を使用して洗顔から変えたことがまず大きな違いかなと思いますが、このねお気に入りの4つがかなりね私の肌を変えたものかなと思います。でもし今日紹介した中で気になるものがあったら、ね、ぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。